ズカラーズコレクション ABC マート。吐き潰したスニーカーじゃこの嵐の中は走れないような、未来を塗り替えよう、バンズカラーズコレクション ABC マート。吐き潰したスニーカーじゃこの嵐の中は走れないような、未来を塗り替えよう、バンズカラーズコレクション ABC マート。めちゃめちゃ楽しかったね。そのサウシードッグのオーナーズ、あのファンクラブの方と、CD 購入予約、早期予約してくれた方と、あと一般発売もちょっとやってるんですけど、もうサウシー好きな方しか入ってないこのライブハウスで、すごい、しかも立ち見で本当に久しぶりのワンマンで久しぶりの光景だったので、すごい楽しかったです。初めてそういうこう自分たちのことが好きな人が、まあ、特に好きな人が来るライブってなかったんで、すごい楽しかったです、うん、なんかこう近いっていうか、すごい空いてくれる人が来てくれるので緩くなっちゃうね。あ、緩くなってしまいましたなんかあったかくて、うん、楽しくライブできました。はい、僕スケートボードパーク初めて行ったんですよ。行ってみたかったんですよね。僕もスケートボードをやったことがありまして、そのもうずっと乗ってるとかじゃないんですけど、すっごい下手くそだし、なんか技ができるってほどでもないし、まあ、街乗りぐらいだしって感じなんですけど、もう行ってみたかった場所。なんか最近よく、SNS とか見てると、スケートボードパークでスケボーやってる人たちがよく出てきたりとかするので、なんか行ってみたいなって思ってる時に、今日ねやらせていただいたので、すごい念願かなったというか楽しかったですね。あとライブステージはちょっと、ライブステージで撮られることもまあそんなに多くはない、まあなくはないけどって感じなので、なんかいつもと違う一面をまあ見てもらえたんじゃないかなという感じです。
書き下ろしだったので一から書いたよねこの曲は確か歌詞もで、まあ、スニーカーをどこかに入れたいなって思ってたのと、まあ、その壁を乗り越えるじゃないですけど、まあ、スケボーも一緒だし何かを乗り越えるっていうか、 なんかそういうモチーフにしたいなって思って、今まで失恋の曲って未練タラタラだったりとか、なんか引きずっちゃってる感じの曲が多かったんですけど、もう次に進むっていう曲になったんじゃないかなと思います。そうですね、結構その横幅も大きいんで、そのまあ、ゆったり履けるというか、で色も僕この緑色ですかね、なんか結構このなんかちょっとオールドっぽい感じっていうか、ちょっとヴィンテージっぽい感じがすごいいいなと思って、自宅に欲しいですね。でもやっぱ季節もこう軽い服装が増えてく時期だと思うんで、なんかやっぱワンピース1枚にわざとこうちょっとボーイッシュなスニーカーとか、特にこの色とかめっちゃ可愛いなって思って。いいね、あれみたいだもんね、セーラー服の下にジャージ履いてるみたいになっちゃうってこと。そういうことじゃない、このコロナ禍だからって、その自分たちのこの現状をもっともっと前に前進して、どんどんいい景色をファンの皆さんにも自分たち自身もスタッフのみんなも、見ていけるようなそんな未来を作っていきたいです。未来は自分が、いい方にも悪い方にも思い浮かんだそっちになるんで、希望を忘れないっていうか、なんか挑戦することも忘れないように、それを、気持ちをずっと持っていきたいと思います。結構近い話で言うと、やっぱりそのコロナ禍で今ライブシーンが声出せなかったり、うん、マスクしとかなきゃいけなかったりとか、その一気に戻すのは難しいかもなんですけど、でもちょっとずつこうね、今声出せる場所とかも増えてきてたりもするから、うん、それがなんかこうライブシーンでもちょっとずつできるようになっていったらいいなとも思うし、それをなんか私たちがこう後押しできるような、なんかライブもできたらいいなとか思ったりしてます。うん、今回僕たちが履いて撮影したバンズカラーズコレクションはカラフルな色味で、夏の季節にもぴったりの爽やかなスニーカーです。スケートパークでの撮影はかなり暑かったですが、ポージング撮影頑張りましたのでお楽しみに。僕たちのミニアルバムリリース記念ライブがバンズキャンペーンに活用されるということで、僕らのライブに対する思いが詰まった撮影になったんじゃないかと思います。ライブがバンズキャンペーンに連動するということで、私たちにとっても新しい挑戦だったかなと思います。皆さんもバンズカラーズコレクションを履いてカラフルな色味を楽しんでください。